小学館は、7月4日発売の青年コミック誌、週刊ビッグコミックスピリッツの付録に、憲法の全文を載せた閉じ込み冊子、日本国憲法全文をつける。同社は、憲法公布から70年、参院選では憲法改正が争点の一つに浮上する中、改めて日本を考えてもらう機会になれば、としている。冊子は A5 版で44ページ、憲法の各条文を掲載したページと、同誌に連載する13人の作家が、日本の情景をイメージして描いた見開きのイラストを交互に掲載。吉田戦車さんは、東日本大震災で被害に遭った海辺の町、若杉君則さんは、熊本、大分復興チャリティーライブ、浅野稲夫さんは、ある日の放課後、と題したイラストを寄せた。坪内隆編集長は、読んでみたいと思ってもなかなか機会がない憲法、選挙権が18歳に引き下げられ、若者に近い立場のコミック誌として企画した。政治的な意図はない、と話している。